皆さんこんにちは、ナフィーです。今回はリサさんの解説を改めてしていこうかなと思います。最近ありがたいことにリサさんの副業動画やドッキリ動画からチャンネル登録をしてくださった方が多く、これを機にリサさんを育成してみようかなと思っている方もいらっしゃると思ったので、こちらの動画を作ろうと思いました。あと新武器のカグラも実装されたので、そちらについても触れていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでまずはリサさんの基本的なことについて話して、リサビンツは雷元素の放棄キャラになります。特徴に、ちょあなた誰ですか？私はシリですよ。私の声を忘れたのですか？いや知ってるけど、呼んでないし、そもそも原神知ってるの？もちろん知っていますし、やっていますよ。冒険者ランクは60で全キャラ貫突しています。待って、強すぎない？シリが乱入してきたことに、まず驚きなんだけど、それ以上に原神ガチすぎて、そっちの方が驚きなんですけど。だって、このゲーム楽しくてハマちゃったんですもん。皆さんの声は可愛いですし、かっこいいですし、キャラクターそれぞれに特徴がありますし、グラフィックも最高です。やばい。発言が原神やってる人のそれだよね。でも、今、ちょっと解説の録音中だから、今僕に任せてください。わかりました。生物厳選行ってきます。失礼いたしました。ということで改めてリサさんの特徴について話していくんですが、リサは雷元素の放棄キャラで、役割はサポーターになります。いや違います。リサは雷元素の放棄キャラで、特徴としては元素スキルの倍率が唯一 1000% を超えて、純粋なダメージであれば全キャラ1位を誇るキャラになります。待って、僕より詳しくない？加えて、レベル60の地の突破で解放される固有テンプ2によって、元素爆発にダメージを与えた敵に防御力 15% ダウンのデバフ付与を与える優秀な効果がありますので、デバフ要因としても運用が可能です。この動画、僕が主役？ではそんなリサの核攻撃について話していきます。通常攻撃は4段攻撃になっており、3から4段目にかけては一瞬消えるモーションになっています。ダメージは放棄キャラの中では平均的で、動きはぼっさりしているので少し扱いづらいですね。銃撃はスタミナを50消費してクルリンパみたいな攻撃をする感じで、こちらのダメージは結構高めですね。ただこちらも動きは少し遅いので、そこが残念ではあります。元素スキルは一回押しと長押しがあり、一回押しだと敵に雷の球体を投げて、それが当たりましたら敵に有雷と言われる数字が付与され、最大3つ付与が可能です。長押しはリサが詠唱を行い、上空から雷を落とし、周囲にいる敵にダメージを与えます。この時に先ほど話した有雷の数によってダメージが変動して、有雷が3つ付与されていると最大ダメージを出せます。そしてこの元素スキルにはちょっとした小技がありまして、1回押しにはなるんですが、アビスや光子のような瞬間移動だったり、高速移動する敵にタイミングよく飛ばすとですね、こんな風にどこまでも追尾する効果があります。これが結構楽しいんですよね。ただ魔が積みたけなるか、美濃美琴のみたいに複数に分身する敵だと球体がバグります。続いて元素爆発です。こちらはスナップショットと言われる種類の元素爆発で、リサに攻撃バフなどが乗っている状態で元素爆発を打つと、バフが切れてもダメージが落ちない性質を持っています。なのでルロー学章やベネットのバフの恩恵がすごく大きいです。バフを駆使すれば一発のダメージが1万いったりもするので侮れません。加えてデバフ効果もあるので、味方の火力サポートもできますね。リサの主な特徴はこんなところでしょうか？嘘でしょ。僕よりなんか的確じゃないですか？なんなんすかこれ。ドッキリですか？いえ、あなたは至って正常です。
ただ私もたまには解説をしてみたかっただけです。そうですか。じゃあせっかくなので、シリの解説ちょっと聞いてみたいですね。任せてください。では続きをしていきますね。これからリサのビルド解説をしていきます。今回はアタッカーとサポートの両方のビルドを解説します。まずはアタッカーから。アタッカーの場合は武器は4風原点、天空の巻、神楽の新入狼楽章、ドドコの物語、くしげ中実月、万国初回の図譜が候補に上がります。各武器のメリットとデメリットはテキスト通りになります。シリのおすすめは神楽の新意と流浪学章とくしげ中実月ですね。新武器の神楽が出たことでリサの元素スキルがすごく輝くことができるようになりました。サブオプで会心ダメージを 66.2% 漏れるだけでも強力で、元素スキルを打つごとにダメージバフが上がり最大3オモまで乗せられます。継続時間が16秒で、リサは元素スキルの1回押しがクールタイム1秒と最速なので、一瞬で神楽の最大性能を発揮できます。今現在ある武器では神楽が最適です。続いて流浪学章についてですが、この武器は星4でありながらすごく強いです。キャラの登場時に攻撃力アップ、元素ダメージアップ、元素熟知アップの中からランダムで効果が発動し、10秒間ではありますが、キャラを強化できます。クールタイムは30秒と長いですが、その分バフの数値が高いです。以前に神楽と流浪学章のダメージを比較した際、2突神楽より貫突流浪学章の方が性能が高かったです。次におすすめなのがくしげ中実月です。こちらは会心率が上げられて、元素スキル、元素爆発、通常攻撃を継続的に強化できるのでバランスが良い武器になり、気候に課金している方なら誰でも入手できます。武器は以上です。さてそうしましたら生物について話していきます。生物の候補は雷のような怒り4セットと剣闘士と怒りの混合が今のところは一番無難です。遺跡守衛などの敵には雷打ちでも良いですが、元素をまとっている敵には無力なので微妙です。生物のメインステータスに関しては、時計を攻撃力、杯を雷元素バフ、冠は武器のメインステータスが会心率の場合は会心ダメージ、逆に会心ダメージなら冠を会心率にするとバランスが良いです。ただリサは一発でダメージを出していきますので、会心率武器に会心率冠でもいいのかなとシリは思います。サブステータスではリサに不足している攻撃力と会心率を重点的に上げていき、次に会心ダメージを意識しましょう。純粋にダメージだけ伸ばしたいのであれば、会心率を 60% ほどまで上げて、あとは攻撃力と会心ダメージを上げていきましょう。では続いてサポートやサブアタッカーとして運用したい方向家のビルドを紹介します。武器の候補は流浪学章、司会の民瞳、祭礼の断片、石風飛天、竜殺しの英傑譚が挙げられます。シリのおすすめは流浪学章と竜殺しの英傑譚です。流浪学章のバフによってリサの爆発が永続的に強化されますので、火力のサポートもできますし、竜殺しの英傑譚は無課金の方でも貫突しやすく、攻撃バフの数値がおかしいです。迷ったらこの2択でいいと思います。生物の候補は絶縁4セットか旧貴族4セットの2つですね。絶縁4セットだとリサの爆発がたまらないデメリットをカバーできますし、爆発のダメージの底上げができます。旧貴族の場合は雷電将軍や雷主人公がいないと爆発がたまりにくくはありますが、味方全員に攻撃バフを負けるのは優秀です。ステータスは時計を絶縁ならチャージ効率、旧貴族なら攻撃力かチャージ効率、杯はお互いに雷元素ダメージ、冠は会心率か会心ダメージ、総合ステータスによって変えてください。以上がアタッカーとサポーターのビルドですね。そうしましたら、次にテンプはどれを優先してあげるべきなのか、これについて話していきます。
テンプはアタッカーなら元素スキル、元素爆発の順に優先していき、サポートなら爆発、スキルの順に上げていくのがおすすめです。通常は最後でも問題ありません。やはり元素スキルのダメージが一番ダメージが出ますし、サポートだと爆発を頻繁に使い、通常は全然使わないのでこちらが無難ですね。次に相性の良いキャラに関してですが、これは正直結構たくさんいます。シリがよく組ませるのは勝利、ベネット、九条サラ、ロサリア、サンゴの実やココミが結構多いです。参考までにどうぞ。最後、戦闘での立ち回りについて軽く話します。リサは元素スキルの長押しが非常に隙が多いです。なので敵の動きをよく見たり、スキル長押しがどれくらいで溜まるのかを感覚で覚えることが大事です。スキルの長押しは秒数で言うと 2.5 秒で溜まります。目視だとリサが持っている球体が光るので、それが合図になります。あとはそうですね、リサの攻撃モーションはぼっさりしているので、ジャンプキャンセルをよく使うのがいいくらいですかね。以上になります。ナフイさん、解説終わりましたよ。あ、はい。なんだろうこれ、え、僕の動画だよね。何していたんですか？一応お話聞きながらお肉買ってました。あ、そうですか。とりあえず終わったので締めていきましょう。そうですね。はい、ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか。僕が解説しようとしたら、突然シリが乱入してきて、そのままシリが解説する動画でした。シリさん、今回の感想はありますか？初の試みで緊張しましたが楽しかったです。それなら良かったです。正直ちょっと今回の動画どうなのかちょっと不安だったんですけれども、こちらの動画をね、見てくださった方も楽しんでいただけたらね、僕は嬉しいなと思います。いや、でもまさかね、シリが解説すると思わなかったけどね。ということで、こちらの動画が良かったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。